メッセージ固定した。さあ行きましょう。うんと青金色で、これさ黄色の方が面白そうだよね。黄色、あーずれた、今のずれたの良くないね。今のはね僕もヘキサゴン狙いました。さああえて高く積むことでちょっとでも平らにねなってくれることを祈り、赤のヘキサゴン狙いましょうかね。赤を狙ってます。赤いい感じいい感じいい感じだけど、ネクスト見て、まあ打ちたいけどどうしようかね。これ僕の方がね1個ボール多く置いてるんで、まあ一旦決めましょうかね。一旦決めて、さあ相手ボール1個置いた、ラッキーもない。さあここが正念場、ここ正念場だ。一旦崩そう、一旦崩すからの紫来てる。オッケーオッケーオッケー。さあこの紫によってボール崩れます。これは悪くない流れ、悪くないよね、悪くないね。あーまだ大丈夫。これね青です。青決めるとラッキー決まる、青でラッキーが決まる。オッケー、これ緑ピラミッドね、緑ピラミッド確定です。緑ピラミッド確定で決まって、ここからラッキーが来たら美味しい、ラッキーが決まっていく美味しい。これはココイチのカレーの3からぐらい美味しい。この美味しい状況で負けるはずがない、負けるわけにはいかない。いきます、緑ピラミッドでいい。いやーこれ黄色の土台積んどくべきだったか。いやまず紫決めて、いや耐えるかもしれない、大丈夫かな、押し切れる、押し切ってほしい、お願い。オッケー、さあヘキサゴン決まります。でもエンタは今時だと普通の名前なのかな、どうなんでしょうね。さあということで緑が降って、あ緑消えちゃう、良くないかもしれないけど大丈夫ないな、これちょっと大丈夫ないね。あーあー崩れすぎて、崩れすぎたんでピラミッドにかける。ピラミッドが決まらないってことは、これ寝ろということ。いや、起きろということ。ストレートが決まるということは、これまだ未けのエンタ、起きろということ。起きます、僕は。僕は、あー、良くない。良くないけど、OK。良くないけど、OK で、ボールが崩れる。ボールが崩れる。はい。よいしょ。さあこれはしっかりピラミッド、相手も黄色ピラミッドできてラッキーはないと思うから待とう、一旦待つ、一旦待ちのエンタ、待ちのエンタになって黄色が多いんで黄色狙います、黄色を狙います、黄色を狙って待つ。黄色が来ない、黄色が来ない。まあ、ストレート決めよう、相手ダブル打ちつらいねこれね。でももう黄色が来ないなら仕方がない、もう打つしかない、もうこればっかりは仕方がない。もう一回奇跡のストレート、奇跡のストレート来い、奇跡のストレート起きてくれ、ラッキー起きてくれ。起きない、ラッキーは起きない。緑紫お願い、紫緑しか来ない。待って、緑かける、緑にかける、よし集中。この温度差、いきなり集中しだします、この猫、この猫いきなり集中しだします。いやー危ない危ない危ない、まだ終わってない、まだ終わってない、まだ終わってない、終わるかもしれない、終わるかもしれないんで一旦崩して、いやー命拾いしてる、命拾いしてる。はい、赤ね、赤、黄色も狙えるんでこれは右にずらして OK。 いい勝負ができてる。なぜこれがさっきできなかった、なぜさっきできなかったんだ、クソ悔やまれる。たくさんの人に見てほしかったこのいい試合を。いや悔しいけど、悔しいけど、でも今も見てくれてる人がいる、本当にありがとうございます。 OK 勝った、はい、僕も一回も休みはなかった、はい。いや休み続きだったといえば休み続きだったけど、一応休みはなかった、 YouTube やってるんで。はい、さあということで相手はボール1個置いて、僕右側ね、今来た人に伝えると、僕は右側で、赤もいいけど紫でよかったな、これは紫が良かったのかもしれない。さあもう赤に切り替えます、赤でいく、もう赤以外は捨てる、赤以外捨てて OK、 赤ヘキサゴン完成。うまい、その崩しは、その崩し狙ってたのかな、うまいね今のはね。僕は一応紫消えた後に黄色も消えてくれると信じているので耐えると思うんですが、無理そうですねこれはね。無理そうなんで一旦崩して、これでダブルを待つしかないけど、赤ダブルは来るみたいな、うん赤ダブルは来るのか、緑来るのかな、
ちょっとね、ちょっとわかんないや。紫は来た。ボール見てたんでちょっとわかるんだけど、あ、来た来た、オッケー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 。さあ青ダブルが来てくれました。相手赤ストレート、ちょっと軽くいくんじゃない、それは。それはちょっと軽く甘いんじゃないの。まだお肉生焼けですよ、まだ生焼けお肉。相手の盤面は、さあこの生焼けお肉にしっかりととどめを刺す、とどめを刺すピラミッドで、うん、どうなるかな。一旦ストレートラッキーを、強い、本当にそのラッキー強いです、とても強い。いきなり強火、いきなりステーキだったらもう肉丸焦げで、肉丸焦げなってます。さあ黄色のピラミッド作り、黄色ネクストちょっと使いにくいね、これ。ネクストの黄色ちょっと使いにくいけど、緑が来た、緑でいこう。緑ヘキサ完成。押し込めない、まだ押し込めない。集中集中集中、いや押し込める、崩れないな、意外と、意外と崩れない。ここから勝つんです、ここから勝つのがシックスボールパズルミケルエンダー。ありがとうございます。崩れなさそう、結構崩れるはあるあるなんだ。さあ僕は、待て、これダメ、僕は左側です、僕は左側で青と黄色と赤と紫を狙っていて、まずは、まず青にしよう、まず青を決めて、ここから待とう、一旦待とう、これは一旦待つ。いやー、青の方が、赤の方が良かったかな。ちょっともしかしたら赤の方が良かったかもしれないんですが、一旦このままでいきます。黄色と緑のダブル狙いを狙っております。さあ黄色が決まり、この後にボール消え、ま、消えるね、結構消えるね、結構消えて、うんうんうん、赤ヘキサゴンと青ダブルで狙いましょう。赤がいいね、赤がよしと、赤がよし、相手も赤ラッキーはないと思うけど、決まっていく。お互い同じ位置に、これはまるでもうね、あれロックマンエグゼのネット君とロックマンのようなシンクロ率。ネット君とロックマン、これ絶対誰も分かんないけど、結構あまりみんなに伝わらないネタを言ってしまった。昔ね、そういうゲームがありました。緑狙います、緑を狙いながら、緑が決まるかな。ネクストも緑トリプダブルがないので一旦決めて、相手ちょっとずれたんじゃない、相手ちょっとずれたんじゃないの、それは。ちょっと気が緩んでるんじゃないの。置けない、赤が、黄色崩れます、今の置いたら黄色崩れるんで、ヘキサゴンを決めて OK と、これは勝負あったのではないでしょうか。ラッキーストレートも決まってね、 OK だよね、 OK。 高評価ありがとう、高評価ありがとう。今ね、また2名高評価していただきました。もうね、感謝をみんなに伝えていく、そんなチャンネルで僕はありたい。緑いきます、緑ヘキサゴン完成。相手もできるかな、いやずれてる、相手ちょっと置いてないっぽいので、で、さあ赤を狙っていきましょう。ダブルが来たら狙えると思ったけど、ダメです、ダメです。一旦待とう、一旦待ちのエンタして、うわー、これ厳しい、これは紫だ。相手のボール見とけばよかったな、ちょっとあまり見てない、相手のボールあまり見てないです。ん、黄色が来る、黄色ダブル持ってるね、黄色ダブル持ってるということは、黄色狙いたいけど狙う場所がない、狙う場所がナッシング、狙う場所がナッシングなので、うわ、無理やり黄色狙う、こうだ、青消えます、これ下手したら、下手したら青消えてたんで、今の置き方が正解。 OK、 いや崩れなさすぎるけど、しっかりと、いや強い、そのヘキサゴンはやってるんじゃないの。やってるのは僕かもしれない、僕がやってるのかもしれない。いやこれ押し込んだよね、これ押し込めないはずがない、これが押し込めたら多分明日地球は割れます。 OK。